ここちょうど。痛いの？ここに落ちた。おはようございます。本日は2023年4月1日ということで、エイプリルフール登山していきたいと思います。前回言いました通り、今日登る山はこちらです。あれ、あそこにいるのちゃんママのパパさんじゃないかな。ちょっと行ってみようか。あれ、ちゃんママのパパさんじゃないですか？おじさん。お久しぶりです。今日はどういう企画ですか？今日は特別そんな深い企画はなくて、まあ、鎌北湖、はい、あっちの方からぐるっと登ってきて、今シーズン武甲山に行くのと、はあ、武甲山は行きたいんですよね。わかります。武甲山いいですよ。ご一緒させていただきたい。はいはいはい、いいですよ。武甲山ちょっと一緒に行きたいです。そうですね。わかりました。ちょっと時期を、はあ、じゃあちょっとまたよろしくお願いします。うん、ということで本日はチャママのパパさんと7時に一の鳥居で待ち合わせてるんで、そちらに向けて車を走らせております。6時半時点で車はもう少しで満車になるという感じで、だいぶにぎわっております。なんと今横に来たこの車、見覚えのある。おはようございます。アスカ君も来たんですね、はい。ちょっとお願いがあって、はい、もう運転してここまで来るのに若干こう落ちそうになったりとか、それは眠気ですか？ちょっと20分ぐらいちょっと、ね、寝させてもらってもいいですか？ああ、はいはい。いいですか？すいません。ちょっとだけ。あ、はいはい。それなら早急に休まれて。すいません。いえいえ。じゃあ、後ほど。はい。はい。この車もちょうど車中泊仕様に今なってるんで、僕も仮眠しようかなと思います。それでは、後ほど。はい、出発前にこのワッペンまず、ありがとうございます。それでは改めまして、チャママのパパさんです。おはようございます。そしてアスカくん、おはよう。ちょっとだけ不安な点があって、はあ、彼今まで歩いてて一番標高の高い山が、はあ、日の出山だったんですよ。日の出山どこまで頑張れるかっていうのは正直未知数です。まあ最悪ダメなら降りてくれば、はい、はあ、あとは知らない人でも、はあ、すぐに心を開く。ああ、そうなんですね。はあ、最初からバリアを張る。いやでも正直武甲山は私も登ったことないんで、はあ、自分自身もちょっと不安という、はあ、水ヶ岳はやっぱり過酷でしたね。トレーニングですね。その後行ってもあそこまで辛いと思ったことはないですよ。ああ。逆回りルート行ったんですけど。ああ、言ってましたね。はい。全然おじさんと一緒に登った時の方が辛かったですよ。ああ、そうかもしれない。アスカ君はどこの山に行ったことあるの？どこの山行ったことあるの？ねえ、アスカ君、どこ？ねえ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 、どこ？何山行ったことあるの？何山？何山？何山行った、アスカ君？なんか分かりやすいようなチェックポイントがあれば。はい。ちょっとそこで箸を食べさせたい。ああ、はい。じゃあもうちょっと上で、ちょうど水汲むところがもうちょっとあるんで、いいですね。僕がこけたところのちょっと先で、はい、はい。うちの妻が、はい、アスカ君そこで怪我しないからって。ああ、はいはい。そこは気をつけましょう、みんな。そうね、ちょっと元気じゃないの？元気じゃないのか。疲れちゃったかな？いや、この感じは、多分疲れた。じゃない、なさそうな感じがします。一緒に遊ぼうよ。ここですね。これですね。前半はいいんですよ。後半がちょうど足が入るぐらいの隙間があるんで、はい、そこは気をつけて渡れば。ちょっとここは一緒に慎重に渡るぞ。おじさん、ここでこけたよ。気をつけてね。アスカ、これ持ってもいいの？
手繋ごうか。今全然行くの。ゆっくりでいいよ、ゆっくりでいいよ、そんな急がないで。ああ痛くない、痛いよ。ゆっくりでいいって言ったじゃん。うちの妻が、はい、あのアスカ君そこで怪我しないから。まさかこれ同じところですか。ここちょうど。痛いの？ここに落ちた。アスカ君ありがとう、持ってくれて。はい。お茶が食べんの？いいな。おじさんにもちょうだいよ、ほら。あ、くれんの？いいよ。いい、食べて。いただきます。ありがとう。よし、行こう。それだと落ちるな、ちゃんと。うん。OK、はい。頑張るっしょ。ください。ありがとう。じゃあがピー。あそこ30。ほら30。あれ30だよ。何丁目？32。アスカ、ちょっとあの杉をさ、抱っこしてみようよ。すごい。全然だ。ほらパパみたいにさ、やってみようよ。つるつるか。くれんの？くれた？半分か、いいよ。半分、あ、おきをくれよ。ありがとう。全部食べたの？あれ全部食べた？食べた。じゃあいいね。頭いいね。それパチッと止めとけば落ちないもんね。あったぜ、35。37。持ってて。はい。すいません。いい。あった。え？嘘。あ、もうある。早っ。すぐだ。なんか岩が置いてる。本当だ。逆にこう入って。いいな。じゃがりものハート。ハートだ。お、キノコの山。くれんの？お、ありがとう。一個でいいよ、一個。いただきます。それよりもっとうまそうだ。おいしい。うん。うん。今登ってきたんですか？あ、これから行くのよ。はい、休憩。47丁目。47来た。持ってよか。よいしょよいしょ。あ、52あった。ありました？ありました。お。それにね、願い事書いてね、ここに置いとくと運んでくれるんだ。よし、じゃあなんか書いてみようか。好きな石1個取って。一番でかいの。一番でかいのにすんの？ここにお金を入れるの。ちょっと見えない。うん、見えないんだよ。パパも見えないから大丈夫。オッケー。いいから、みんなは。あ、みんないいか。なるほどな。反対にしてる人いないよ、でも。誰、みんな上に向けてるよ。上のがね、ご利益があるんだぜ。じゃあみんな向こう行ってて。うん。あっち。あっち向いて。あっち向いてるよ。はい。行きましょう。はい、行きましょう。頂上だよ、頂上。あー。来たよ、アスカ。おお、危ない。大丈夫か。おじさん持ってるよ。うん、あ、手か。ほら、景色がすごいぞ、ほら。やったー。アスカタッチ。おじさんともタッチ。よし。よし、よくやった。あ、二人で。何歳って。アスカ何歳なの？4歳。4じゃないな。ほら、パパに持ち上げてもらった方がいいんじゃない？よし。すごいでしょ。これだけ。ほら、ちょっとだけ白いの見えない？ほら。あれピラミッドみたいになってる。白いの見えるでしょ。すごい高いでしょ。いいよ、座って、うんうん、あ、そこで寝ちゃうのか、いいな。へえ、こっちが拳ヶ岳。それではお世話になりました。
よし、金付けに行こう。じゃあパパ、じゃあまずパパからね。じゃあこれ持ってて。持って全部さ。はい。並んでよこっち。あ、並ばなきゃいけないね。じゃあ次は。うん、え、俺もやるのか。やらせていただきます。あ、結構大きいな。後ろ向いて。はい。ピカチュウラーメンでしょ。ピカチュウラーメン。はい、これ。見せて。ピカチュウラーメン。いいな。早速組み立ててもらっていい？いいよ。できるの？できるよね。将来こういうの紹介する人になってそうだね。山を登る能力とか、こういった器具を使ったりとかっていうのは多分他の同級生の子よりはできるんじゃないかなと。そうですね。すごい。回すのこっちも。うん、回すよ。どっちも。あ。閉める。あ、そうだね、蓋じゃん。地面倒いたから。はい。オッケー。ここにカポッ。オッケー。ん？パンツ見えた。パンツ見えたか。悪いな。兄さん、ちょっとこれ。はい。これに。え、これなら完璧じゃん。これでいいじゃん。これの方がいいじゃん。じゃん。え？やだ。やだ。ちょっと待って、アスカ、じゃあどこで食べようか。じゃあそっち、じゃあそこ座って。こっち座って。アスカ座って。よし、アスカ、じゃあいただきます。あのね、前の時ね、ミミキだったんだよ、シエル。そっか、しまったことで。ワッピー、うん、うん、美味しそうじゃん。うん、くれんの？いいの？いい？うん、いいよ。美味しい。美味しいな。これチーズだけど。ね、チーズだね。よくわかんない。おじさんの番食ってみるよ、ちょっと。かじっていいよ。どう？美味しい。うまい。なんかバナナ。バナナ入ってた、うん、それじゃあそろそろ帰りましょう。はい。これになんかあったんだけど、特段、うん、こっちもないと思うんだけど。はい、ゴールだ、アスカ君。アスカ、お前自分の力で自己さん登ったぞ。なかなかすごいぞ、これは。これはすごいよ。はい。ありがとうございました。いやいや、こちらこそ。富士山が登った山に。うん。富士山登った山に行きたいか。いや、アスカ君も気をつけて帰ってくれ。富士山閉めるぜ。ちょっと来て。ん？何？ちょっと。はい。うん。はい。お母さんから。うん。はい、楽しかったです。じゃあ気をつけて帰ってください。はい、お兄ちゃんの後、なんか公園に行って、うん、山が2時間くらいでもう20メートルになって、うん、それやばいが、アリさんだけ、うん、だけだね。うん、じゃあ気をつけて帰って。はい、ありがとうございました。はい、どうも。どうも。はい。バイバイ。